車が好きで、走るのが好きで、ひたすら腕を磨き続けてきた文造こと中島康則選手。刺激的な目標を模索する彼が見つけた新たなターゲット、それがスーパー耐久レースだ。草レースではちょっと味わえないメジャーカー、そしてトップクラスのプロドライバーを相手に真剣勝負ができるステージ。舞台は国内屈指のハイスピードコース、富士スピードウェイ。スーパー耐久レース第2戦、富士スピードウェイに潜入。走行界のカリスマ文造選手がスーパー耐久レースに初挑戦。まずはスーパー耐久レースを紹介しておこう。スーパー耐久レースは今年から新設されたクラス X を加え、6つのクラスで戦われる全国転戦の耐久レースシリーズ。 STX はたった1台ではあるが、 FIA GT3 のアウディ R8 がエントリー。 ST1 は BMW Z4 VS ポルシェ997。 ST2 はランエボ VS インプレッサ。ST3 はエントリー車種のバラエティが豊富で、新旧 Z、RX7、NSX、そして今年からレクサスが登場。2リッター以下の車両で争われる ST4 は、車重の軽いインテアールにシビックと S2000 が立ち向かう。そして ST5 はビッツのワンメイク状態だった。今回から新たにピット RS が参入。エントリー台数39台、ほぼフルグリッドで、我々が注目するのは ST4 に挑戦するトレイシースポーツ。マシンはゼッケン38番の S2000 だ。チームオーナーは A ドライバーも兼ねる兵藤親方。これは、去年からの新たなプロジェクトで、この、まあ、メインレースの耐久レースに、出たいっていう人意外と多いんで、まあ、別にスポットでも参加したいんですとか、近場の自分の、好きなサーキットだけ走りたいんですとかいう、前線出るとなったら、費用もかかるんでね、S2000 が一番、まあ、入門的な、クラスっていうことで、ね、まあ、やっぱり FR がいいっていうお客さんが多いんですよね。うちら去年1台やったやつが今年は2台になって、もうこっちはもうほぼ半分ぐらい固定。最低のこれぐらいの走り合わせなあかんでという基準もあるし、まあ、マナーの問題もありますんで、メインレースでこうやってピットを使ってやるわけやから、うん、まあ、その辺はもうチームとしていろんなことを教えつつ、堅苦しい部分じゃなくてね、楽しく、やっていくという方向性でやってます。いやー、できすぎるというかね、 S2000 のね、スペシャリストらしいですよ。びっくりしましたわ。こっちがもう逆に言うたらもう1秒ぐらい離されてアップアップしてる状態ですそれでは早速文造選手の走りを見てみよう。前日から練習していたとはいえ、まだコースには慣れていないはずだ。
三選手。17年もの間走行会や草レースで腕を磨いてきただけあって、初走行で2分0秒778をマーク。最終コーナーを考えればまだまだタイムアップの可能性もある。スリックタイヤも初めてだったのにいい感じです。お疲れ様。まだ最終コーナーが一度しかクリップつけませんでした。で 100R はもう最終的に分かんないんで、インベタで小回りでちっちゃくちっちゃく、4速キープで、4でキープで、ハーフスロットルで我慢して、ブレーキは踏んでない、はい、ブレーキ入れるか少しちょっと迷うんですけど、どっちがいいのか、いらないと思う、いらないと思う、2個目のクリップをうまく舐めれれば、多分はらまないでいけるのかなと思って、ちょっと探ってはいるんですけど。あそこは座が戻らないで、フロントがちょっとグリップアングルついた状態で走ってるようだと絶対ダメだから。あ、まあでもタイヤが良くなれば全然楽です。ちょっとみんな SI マシン乗ったことない人たちのために、そうですね、車がしっかりしてます。シフトもすごくスコスコ入りますし、エンジンも綺麗にしてます、はい、楽しいです。問題はセクター3、自分的には A コーナーから 100R がやっぱり、あとはやっぱ最終コーナー、まあ A コーナーから 100R はタイムにはでかいね、うん、先輩ドライバーに聞け、スーパー耐久への道。僕はね、こうとやかく言うよりも、まず、まあ、ちょっと興味がある人は1回見に来る。で1回見に来て、出てみないなと思ったらチームと話をしてですね、出場するチャンスを得て、まあ、1回 S 帯の ST4 だと意外とそんなにハードル高くないので、もちろんやっぱり最低限お金っていうものは必要、最初はね、プロじゃないのでお金っていうものは必要になっていく来るんですよ。でそれプラス実績があればレース出るのは比較的簡単です。レースって場所とか距離によるんですけど、まあ、25周とか30周ぐらいを走るわけですよ。で30周をトータルでいかに短い時間で走るかがすごく大切です。みんなタイムアタックとか行くと1ラップだけを早く走ろうと突き詰めるでしょ。あそこのサーキットで何秒出たっていうのを言いたくて、その週だけを頑張る。それを若い練習してるから、例えばサーキット来るとそうじゃないです。アベレージですから平均ラップ。例えばその週めちゃくちゃ速くても次の週がすごく遅かったら、ね、平均ラップですると全然大したタイムじゃなくなるので、それは意味がないので、まあベストラップというよりも、そのレース自分が乗ってるスティントをいかに短い時間で帰ってくるか、しかもなおかつ、まあ、できれば車を少しいたわるとか。いや僕はねもう若かったから、若いって言っても21でレースにデビューしたんですけど、何も考えてなかったですね。基本はまあプロダクションレースとかやってもらってる方だと入りやすいとは思うんですけど、ただやっぱり車がいかつよくできてるんで、まずスリックタイヤ、これが一番大きな違いで、グリップがかなりあるんで戸惑っちゃうと思うんですよ。特にブレーキングとかの、まあ、入っていける距離が全然変わっちゃうんで、まあ、そこから慣れてもらわないといいタイム望めないですね。であと最近ですと、まあ、ロガーとかついてるんで、まあ、データ見て走り方の比較とかそういうところで勉強していけばタイムを出す早道だと思いますけどね。どうしてもやっぱり誰かに会ってて誰かに会ってないっていうセッティングになっちゃうとは思うんですけど、そしたらまあ速い方の人の乗り方を真似るようにしていけば近道だと思います。自分の乗りたいように乗ってたら速くならないと思います。まあ、ここは 100R で何だでしたかな、プリウスコーナー、まあ、最終コーナー、このセッター3は結構イタリアシブレーキ使ってると車落ち着いて、はい、ああいうキャラの車だと特に、あ、念願 の、 S 帯参戦、今日金曜日の練習走行がなんとか無事に終わりました。まあ、スリックタイヤっていうのが初めてなんですけれども、中古のスリックっていうのもあって思ったより限界が低い、特に
タイヤを潰せないようなあの低速コーナーなんかだとほとんどまあ S タイヤよりちょっと限界低いんじゃないのっていうぐらいちょっと低く感じる部分もあったり、逆に高負荷で使える、A コーナーとか 100R なんかはすごくグリップするなっていう感じがしました。これがまあフレッシュになった時にどれぐらいもう意欲を発揮してくれるのかっていうのはちょっと楽しみではあります。S タイマシンも富士も初走行、金曜日の走行メニューを終え課題も見つかった。さあ明日は予選だ。